運動部のための筋トレいきます。先日も、10年来の付き合いがある大学の運動部の方にトレーニングのご指導に行ってまいりました。今オフシーズンだから、今年1年のこう筋トレの方針みたいな感じでですね、それを決めたい感じがしたんで、そういう話し合いにちょっと参加させていただいて、まあ、楽しかったですね。皆さんもしっかりした考えをお持ちで、まあいいですよね、まあ、組織を作り上げていくっていう感じがしてですね、もう私の意見としてはもう本当聞かせるべきだと思うんですね。重量なんか関係ないからですね、筋力っていうのは筋肉の太さと長さで決まりますけれども、出力パワーですね、そんなことも言われてたんですけども、最大出力パワーはスクワットの最大出力パワーと、まあ、例えばアメフトとか野球の出力パワーは違いますからですね、神経系がないとそれはパワーを発揮しませんからですね、スクワットはスクワットの神経系がある、だけですからですね。それで高重量を持って作った筋肉と、まあ、効かせてトレーニングでつけた筋肉に差があるのかって聞かれたんですけども、筋肉自体には差はないですね。名前は書いてないからですね、筋肉は同じ大きさになれば同じですね。しかし、まあ、スキルが加わなきゃダメですから、スキルが同じであれば同じパフォーマンスは発揮できますけれども、まあ、現実的には同じにならないですね。スクワットをやればスクワットに必要な筋肉がつきますよね。効かせるトレーニングだったらその効かせるトレーニングでやった部位がつくわけで、ただし違うのが効かせるトレーニングで短時間で終わるから、いろんな部位を鍛えることができますね。皆さんも見ててやっぱり胸と足はいいけども、他の背中とか腹筋とかね、腕が弱いなって感じ、肩もですね、大事な部分が抜けてるなって感じがしたんで、本当こうビッグスリーにこだわるっていうのもね、言う方多いですけど、それは私はもう間違いだと、間違いですね。いろんな筋肉をウエイトで鍛えて、あとスキル練習をするってことですね。効かせるトレーニングだったら短時間で終わりますから、空いた時間をスキル練習をしっかりやるってことですね。まあ、中心選手なんかは本当ウエイトにこだわらなくなって良くなったって言われてましたから、ああいう子がいればですね、見習ってやればいいんですけどね。その選手は言ってたんですけども、これは自分だけに当てはまるって言ってたけど、それはみんなに当てはまりますからね。運動ができない子が、そのプレーが下手な子が、自分がスクワットを例えば200上げたらもっと上手くなるんじゃないかっていうのは違いますからね。他に原因がありますから、スキルの問題が大きいですね。だからそこは割り切って筋トレは筋肥大のみに行うべきですね。まあそんな感じのことをもうお話し合いしたんですけども、あとはどうやってこう自分たちで組み立てていくかってことですね。筋トレのこう方針をですね、そこだけだと思いますんで、まあ皆さん、まあ私もこう実際会うとですね、応援する気持ちが強くなりますから、今年こそですね、いい成績が出せるように、まあ、いい思い出になるようにですね、頑張ってください。